なんか広がっていく感覚があったので一人の人格というか作家が生まれたというか、じゃあちょうどなんか、はい、もうしっくりきたしいいかっていうなっちゃったから、もういいかゴリラパークになっちゃったからなっちゃったから人が認知することができない見たことないものを人間が作るってことをちょっと挑戦というか、へー、はい、しています。失礼します。失礼します。あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴリラパークと申します。改めましてゴリラパークさんのアトリエにやってまいりました人種さんの片寄せです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速いろいろお話を伺いたいなと思うんですけれども、ここがゴリラパークではないですね。そうっす。僕の名前なので。渋いっすね、場所が。古民家みたいなことですか。そうですね、ガスも通ってないようなとこなんですけど、大学の同級生たちと今自分を含め5人で、はい、5人で、はい、シェアアトリエみたいな感じで、その前はまた全然別で自宅とかで。そうですね、あの実家のガレージだったり、あ、はい、芸大のアトリエとかです。ここはあくまで作業場だけとして。そうですね。なんか大学で助手をやられてるんですか。はい、その時はじゃあ制作はちょっとできないから。そうですね、でも一応木工室というところで、はいはい、あのやっているので、なんかそこも結構機械とか使えて、アトリエもちょっと4畳半ぐらいのスペースがあるので。ゴリラパークっていう名前は、はい、なんでゴリラパークになったんですか。そこにあんまり意味はないんですけど、なんかこうインスタグラムのなんかユーザーネームが、はい、なんかゴリラパークになんとなくしていて、あそれが由来、はい、由来で、でなんか そこをもう自分と意図せず、なんかそこが広まっていっちゃってて、ゴリラパークさんですよねっていう、こう、はい、人から言われちゃうみたいな。そうです、そうです。でなんか自分としてもそれはなんか意図してないですけど、うん、なんか広がっていく感覚があったので、なんか一人のなんか人格というか作家が生まれたというか、で自分もこう作家としてなんか自分の名前で活動したいというのも自分もあったので、うん、あ、じゃあちょうどなんか、はい、もうしっくりきたしいいかっていうなっちゃったから、もういいかゴリラパークになっちゃったからなっちゃったから彫刻ということも、まあ、伺ってますけど、コンセプトとか、はい、あのそういう制作のモチーフとかになってるものとかってあるんですか。地球上にある特定のイメージを再構築していて、普遍的な素材を使って人が認知することができない見たことないものを人間が作るってことをちょっと挑戦というか。彫刻を学んでらっしゃったということなんですけど、ここにあるのが作品、はい、ご自身の作品ですか。すべてまだ制作途中なのかな、はい、ね、完成したものもある。載ってるのは全部もう完成した作品です。今回このグリッドになっている作品は、はい、あの新作で試みは新しいんですけども、はいはい、有機的ななんかこうのみだったりチェーンソーを使って作ることは変わらずなんですけども、人が残すものとして直線って人でしかないなっていうのは自分で感じてて、ミクロでもマクロでも見えるし、自分はこう幅で制作をしている中で一つの都市を壊しているように感じるし、なんか耕しているかのような。確かに、まあ人は直線とか綺麗なものを求めたがりますよね。彫った後にこう色を乗せていく、ここは何かこだわりとか理由はあるんですか。学部の時にあのちょっと衝動的に最初はあの線を引いたんですけど、それはあの丸彫り、あの360度回り込めるような立体物に、線を引いたんですけども、はい、なんかだんだんやっていく中ですごいなんか自分の中で自然的になっていって、線が軸にあって、そこからこうどんどん肉付いてレリーフっていう凹凸ができて。なるほど。って感じです。レリーフっていうものの概念っていうのは基本的にはただ彫ってるものではなくて、その立体感みたいなことが定義になるんですか。半立体っていうのがちょっとその技法としてあって、日本だと浮き彫り彫刻とか、はい、あの欄間立ったりとか。なるほど、なるほど。はい、世界的にもよくどの地域にもある手法なんですけど、はいはい、自分はそれをこう一つの手段として、はい、使いながら制作してると、はい、例えばこれだったら元がどういう風になってて、どういうことでこうなったんですか。はい、丸太をあの製材屋さんに持って行って、はいはい、縦にスライスをして板状にしたものを、うんうんうん、
7センチぐらいの厚みなんですけど、チェーンソーだったりノミだったりっていうのを使って落としながらこう立体を出していく。浮き彫りっていうことなんですけど、はい、ちなみに今どういうこう作業をしてるかってちょっとだけ見させてもらったりすることできます、はい、これもうチェーンソーで荒彫りをしてからノミで今もう掘ってる状態なんですけど。あー、なるほど、はい、でこっちの状態にするにはサンドペーパーで最後仕上げて、で最後横彫りを入れてにこうこうですね、あこういう感じで結構細かい作業ですよね。でもこれって1個の作品作るのにどのぐらいかかるんですか、時間。この作品でしたら1ヶ月半くらいですかね。うわ、はい、今見てる方の中にはそれこそちょっと彫刻やってみたいなとかそういう人もいるかもしれないなと思うんですけど、あのどうしてこういう作家さんになろうと思ったんですか？絵がやりたくて最初はやってたんですけど、もう絵が上手い人はすごい、まあ、写実に描く人は結構多くて、自分はなんかそこじゃないなって自分で思って、でやった時にやっぱ絵画と彫刻とかいろいろこういろんなメディアを触らせてくれたので、高校の時に。なるほどなるほど。で中で、まあ、彫刻ならできるかなあの続けられるかなっていう、こうそこからこう今もうすでにさまざまな展示に参加されたりとか、で賞も入選されたりとか、はい、いろいろ活動されてますけど、そのきっかけとかどうだったんですか？自分でこう前のめりに行ったのか、結構受け身的だったのかとか。結構前のめりに出せるものは出そうっていう感覚で、あ落ちるとか考えずとりあえず出すっていう、自分としてはなんかこう賞を取ったからどうっていうわけではないんですけど、うんうんうん、なんかその一つの結果として入選したことっていうのはすごい自分の中でやっぱりこうちょっと励みになりますし、うん、驚きもあった。驚きありましたね。マジでみたいな、はい、ちなみに卒業制作とかってどんなものだったんですか？修了制作は、僕あの大学院からレリーフの研究をしてたんですけども、その延長でやっぱ集大成というか、その2年間の中でレリーフの在り方とか立ち上がり方とかを結構考えて、やっぱこうその人のなんか記憶に残るものができたらなんかいいなと思うんです。やっぱインパクトだったりとか、ご自身が制作してる中でもやっぱ自分が大切にしてることだからこそ、はい、なんか誰かの心にちょっと印象として、あれちょっとなんか作品として忘れられないなみたいなインパクトとかが、見てくれる人もそういう風に受け取ってもらえたらいいなっていう感じですか、はい。ゴリラパークさんは10月に行われるミートゥアアートフェスティバル2023タイムトゥーチェンジにも出展予定ということですけど、今回出展されるフェスについてどういうものを準備するかとか、だんだん構想とかって固まってきたりとかしてます？もちろんあの新作は、はい、作りたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、それとあと終了展に出した大型の作品を1点出せたらなって。さっき話してたそのレリーフに向き合ったその自分の2年間を詰め込んだ作品も見れるかもと、はい、わあ、それは楽しみですね。開催中はちなみに会場にはいらっしゃっていただけるんでしょうか？そうですね、できる限りタイミングが合うところではいて、お話を聞ける機会になるかもしれないので、はい、ぜひお話聞いていただけたらなと思います。ということで本日はゴリラパークさんのアトリエにお邪魔しました。ゴリラパークさん、ありがとうございました。ありがとうございました。国内最大級のアートとカルチャーの祭典 Meet Your Art Festival 2023の開催が決定しました。今年はさらに規模を拡大し、天王洲運河一帯を4日間にわたってジャックします。100名以上のアーティストの皆さんにも参加いただく予定です。開催日時は10月6日から9日まで。僕も参加します。ぜひ遊びに来てください。こういうフードとかファッションとかそういうものに関心を持ってきた方もいらっしゃる流れで、アートフェアに行ったりとかエキシビジョンに行くとか、その対話がアーティスト側がすごくなんか楽しかったというか、すごい意義のあるものだったみたいなことを感じているという感想を聞きましたよね。そうですね。